こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃーん！ミートボールパスタを作りました。で、こちら、あれですね、漫画ご飯ですね。ルパン三世のカリオストロの城とか、あとワンワン物語とかに出てきます。で、ミートボールがね、たくさんゴロゴロパスタに乗ってます。美味しそうですね。じゃあ作り方いきたいと思います。まず下ごしらえで玉ねぎはみじん切りにして炒めておきます。で、パン粉は牛乳に浸しておきます。で、ボウルにひき肉を入れます。で、今回はね、1.2kg 使います。で、ここにパン粉。で、玉ねぎ。卵。で、ナツメグ。オレガノ。お塩。胡椒。こねます。で、丸めます。拳大ぐらいですね。こんな感じです。これくらいのサイズも作ります。で、丸めたら冷蔵庫に冷やしておきます。で、ソースを作ります。オリーブオイル、薄切りのにんにく、弱火で炒めます。で、ちょっと油が怖いので一旦火を止めてこのトマトを入れます。で、ちょっと煮詰めます。で、コンソメを入れます。で、白ワインを入れます。で、煮込んでる間にミートボールを焼きます。で、小麦粉をまぶします。で、フライパンに油をひいて大きいミートボールも焼きます。で、作ったミートボールをソースの中に入れます。で、パスタを茹でます。パスタを入れて少し煮込みます。で、お皿に盛ります。で、パセリをちょっと飾ります。で、これで完成です。じゃん、完成です。いただきます。ミートボールをね、まん丸く焼くのすごい難しかったです。結構潰れましたね。あー、美味しそう。うん！ホクホクで美味しいです。肉汁が詰まってます。ソースも美味しいです。パセリの風味がいいです。トマトソースとパセリが合いますね。でもでっかいですね。うん。パスタも美味しいです。うん。ルパン三世の次元とルパンが食べてるのめっちゃ美味しそうですよね。あれ見て食べてみたかったです。うん、大きい。今日お肉久しぶりにこねました。なんかミートボールって小さい頃めっちゃよく食べる機会あったけど、なんか大人になったらそんなに食べることなくなった。なんかお弁当とかにすごいよく入ってたイメージ。なんかテレビの CM で「石井のお弁当くんミートボール」っていうの今でも覚えてる。なんか子供の時に見たやつ。なんか CM のやつってすごい耳に残るよね。覚えやすい。手前のミートボール全部食べちゃった。まだこっちにはあります。ルパン、カリオストロの城、金曜ロードショーで私見ました。あれってでも金曜ロードショーってすごいずっと続いとるからすごいですよね。私ハンバーガー作ったことあったけど、ミートボールは今日初めて作りました。この大きさちょっとミートボールっぽくないですけどね。うん、美味しい。これ最後のミートボールだからもうちょっと大事に取っとこう。ミートボール最後の1個です。うん。最後の一口です。うん。ごちそうさまでした。ルパン三世のカリオストロの城風ミートボールスパゲッティ、めちゃ美味しかったです。いや、とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。皆さん、うがい手洗いマスク、ソーシャルディスタンスをしっかり対策して平和の世の中を楽しみましょう。バイバーイ。